ケモン剣次から始める。前回の続きいきましょう。ということで前回はエール団と戦ったことしか覚えてませんというね、まだダイマックスか、ダイマックスをしたって感じですね。もう3日ぶりに撮るからあんま何してるか覚えてないっていうね。そしてね、今日日付が11月22日ということで、もう発売からもう1週間経ってますということで、1週間経ってんのに未だにここっていうね、もう遅いわということで、俺めちゃめちゃ今回はやっていこうと思います。まあ例えず今日はため撮りしようかなということでやっていきましょう。で、報告があります。ね、進化しました。ジメレオンっていうやつなんですけど、メッソンがね、もう進化したということで、レベル16で進化ということでね、そういえばね、もうレベル16で進化するわとか思いながらね、水トカゲらしいです、このポケモンは。全然水ゴロらしさがないんだけど、水ゴロっていうか、沼クロか、もう俺なんかさ、パート1の時、まあこれ最終的にラグラージみたいになんじゃねえかなとか言いながら、全然っていうね、全然なんか、結構、人影っぽい進化を遂げちゃってるっていうね、感じなんですけども。で、あと他はね、なんか、非面化とか、甘火事とか結構ね、結構ダイマックスしたポケモンってレベル高いさ、あとアゴジムシとか含めて。俺、だから即戦力やんとか思いながらね、もう一番こいつレベル高いからね。もうね、すごいわと思いながら、やっていきましょう。まあ、ちょっと話長くなっちゃったんですけどね、今回はなんか、前回なんか、受付行けみたいなことを言われた気がするんで、行きましょう。イベントか?イベントで、じゃなかったですね。ここ、お、どっち話しかければいいんだろう。とりあえずホップ。おお、こっちに話しかければいいんだね。キラさんですね。ジムチャレンジではユニフォームを着用していただきます。そして開会式はジムチャレンジの始まり。そうです、あなたもユニフォームに着替えてください。なるほど。おお、勝手にダッシュ。お、65番。おお、反映されてますね。なんて書いたんだ、上のやつ。はてなてん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 みたいな。素晴らしい、ユニフォームがお似合いです。ありがとうございます。65の背番号と相まってとても凛々しく見えますね。俺の好きな数字なんでね。それではいよいよジムチャレンジ開会式です。行きましょうぜ、ジムチャレンジ。こんな感じなんだね、なんかサッカーフィールドみたいな。おお、ローズ。レディーズ&ジェントルメン、私、リーグ会長のローズと申します。お集まりの皆様、早いな。テレビでご覧の皆様も本当にお待たせしましたね。こちらもお待たせしましただよ、本当。いよいよガラル町の祭典ジムチャレンジの始まりです。お、メッソンいるよ、メッソン。ジムチャレンジ、8人のジムリーダーに勝ち。8人なんだね、今回。まあ、今いつも通りですね。8個のジムバッジを集めたすごいポケモントレーナーだけが最強のチャンピオンが待つチャンピオンカップに進めます。それではジムリーダーの皆さん、お姿をお見せください。あね、そんな感じなんだ。ジムリーダーもあらかじめ分かっちゃうんだね、8人お顔が。さあ、今作のジムリーダーまだ見てないよ俺。なんか3人ぐらいはすでに判明した気がするけどね。おーおーおーおお、1,2,3,4,5,6、7人しか見えんかった今。ファイティングフォーマー、クソタイプ使いの野郎。デカブツ。レージングウェイ、水ポケモンの使いってルーリナ。いつまでも燃える男、炎のベテランファイターカブ。ガラル方での申し子、格闘エキスパーサイト。ファンタスティックシアター、フェアリー使いのポプラ、おばあちゃん。ハードロッククラッシュ、岩タイプマスター、マクア。岩タイプか。相性がいいですね。ドラゴンストーム、トップジムリーダー、キバナ。トップジムリーダーっすな。お前が一番強そうだな。一人来ておりませんが、来てねえな、ほんと。ガラル町が誇るジムリーダーたちです。なんで一人来ねえんだよ、ほんと。なんで一人来ねえんだよ。おお、ジムリーダー集結なんだけど、みんな特徴があってだよ、ほんと。ドラゴンのやつが一番強そうだね。俺だから あんま髪型かっこよくねえな。言っちゃったけど、なんか髪型変えてえなこれ。おお、ホップ。あのなんかマリーとかもいたな今。
おお、終わりかいみたいなね。ほんと早いな。ポケモンスタジアムのコートに立ったぞ。うまく言えないけどワクワクとドキドキで震えてる。おお、チャンピオン、いよいよだ。ホップにキラ。おお、はじめまして。初めてお会いしますね。いや、君たちがチャンピオンに推薦されたトレーナーですね。ようこそ、はじめまして。私、ローズと申します。ちょっと待って。すでにダイマックスバッジを、バンドをお待ちなんだ。いいね。あなたたちは願い星に導かれたのですね。ちなみにダイマックスバンドを開発したのは私の素晴らしい会社なのですよ。なるほど。今年のジムチャレンジは特に楽しくなりそうですね。いい、素晴らしい。ガラルチョウが盛り上がりますね。ジムチャレンジはダイマックスを披露するのにもいいチャンス。申し訳ないのですが、私急ぎの用事がありますのでね。皆さんごきげんよう。バイバイ。おチャンピオン、委員長ご機嫌だな。いいか、二人ともまだスタートしたばかりだ。勝ち進むならポケモンだけでなくトレーナーである自分を鍛えろ。まあ当然ですね。いいかキラ、ジムチャレンジはジムに挑める順番が決まっているんだ。最初はターフタウン、そのため3番道路へ向かうぞ。ターフタウン、ここじゃないんだ。ジムチャレンジとはガラル町の8つのジムを巡りジムバッジを集めるイベントです。ジムバッジを手に入れるにはジムミッションをこなしジムリーダーに勝たねばなりません。まあ今まで通りですね、大体。とりあえずターフタウンなとこに行けばいいのかな。さっきのあのパート3でいたあのなんかキザな紫男いなかったな今。ターフタウン3番道路を通り抜けターフタウン3。おお、キラさん、委員長からのプレゼントです。おお、お前さんか。プレゼント、素敵な響き。プレゼント、委員長素敵。失礼。プレゼントさせていただくのは空を飛ぶタクシー。そうさえ一言で言えば空を飛ぶフィデンマシン。そう、空飛ぶタクシーに乗れば今まで行った場所にもあっという間に一飛びです。おお、楽ですね。おお、空飛ぶタクシー。空飛ぶタクシーを使えばガラルチオの行きたいところやポケモンアーマーガーで一飛びです。メニューを開いてタウンマップで行きたい場所を選んでください。良いですか。空を飛ぶタクシーのマニュアルをお読みしますね。 X ボタンを押してメニューからタウンマップを選び、次に目的地を決めてください。ただ、キラさんの次の目的地はターフタウン。初めて行く場所は自分の足で向かってくださいね。おー、今作は秘伝マシンというものがないのかな。最近、おわー、じゃあビビッター。もう、イワーク。おー、もうイワークも教えてくれんのか。なんか言えよ、セリフ。おー。ホップ。いいこと思いついたぞ。ここで俺と特訓しようぜ。どうした急に。まあいいけどね。ノリがご機嫌だな。他のライバルたちに負けないよう、俺たちも盛り上がるぞ。あ、いきなりバトルね。急にバトル始まるんだね。ホップ。ホップ。ポケモントレーナーのホップが勝負仕掛けてきた。3匹かいという。ウール。さあ、言うて俺もね、結構ね、強いポケモンたちをね、ひっ捉えてきたんで。さあ、進化したぞ。ジムチャレンジで勝ち進めるか、お互いの思う実に読めなかったって、レベル低いな、おい。水の波動。さあ、行きましょう。何かを投げつつ、お、一撃回というね、ほんとも。もう、神秘の雫も出せてるからね。一撃。ウェイ。結構レベル上がってくね。ヒバニー、いきなりヒバニーですね。もう、進化してねえのかよ、おめえよ、ほんとよ。俺、進化してんだぞ。ああ、お前様レベル2で進化しそうですね。さあ、水の波動。こいつ結構なんか進化したら素早さ上がり、高そうなイメージだけど、この水のやつ。さすがだぞ。タイプの相性バッチリ分かっているんだな。13年目でございます。ポケモン歴。2006年のダイヤモンドパールから今に至るまでね、もう19歳になった今でもね、ほんともう。未だについてる。おお、結構みんな上がってくな、レベル。ここ柄。で、ここ柄の最終進化がアーマーガーってことでいいんかな。俺あんま分かってない。まあ、これでいいか。ピンチ？違う。こっから俺が勝つのが最高なんだよ。おお、もう、一番の切り札みたいなやつがやられちゃったけどね、ほんともう。緊張感。木の実じゃないです。行きましょう。水の波動、どんどんレベル上がっていくね。今作ってこれ学習装置とかあんのかな。まあいい、別にいいや。その学習装置なの。全部一撃。イエイ、勝ったぜ。トレーニングになったのか。気を引き締めないとまずいぞ俺。イエイ、もっと鍛えてこい。さすが俺のライバルだな。お前の強さを認めてリーグカードを渡しておくぞ。ああ、もらったと。おお、名刺みたいな感じかな。今、エンジンシティから始まる俺たちのジムチャレンジ。最初のジムリーダーは遠く離れた町にいるけど、絶対に最後まで勝ち進んでチャンピオンに挑むぞ。
ハロンタウンのホップが次のチャンピオンだぞ。行きましょう。おさあ、3番道路だ。お前はトレーナーか？おうおうおう、はい。まあ、大丈夫ですね。おお、ソニア。よっ、ジムチャレンジャー、開会式、かっこよかったよ。ありがとうございます。あれ、ホップは？先に行ったな。いても立ってもいられないのか。やっぱ、兄貴に追いつきたいんだね。そうだ、ちょっとだけ面白いことを教えてあげる。あそこに建物があるでしょ？ローズ委員長の会社なの。あれか。ちっちゃー会社。3番道路の先には鉱山があるんだけど、そこで掘り出した鉱石をエネルギーに変えてるんだよ。つまりガラル町のエネルギーも委員長が支えてるわけ。あ、石油みたいな感じね、要は。よくわかんない人だけど、すごいんだよね、ローズ委員長。話に付き合ってくれた俺、あの穴抜けの紐をあげるね。ここのさ、柵飛び越えれそうな気がするけど、まあ飛び越えれないんでしょうね、どうせね。うん。そんな簡単に飛び越えたまるかっていうの。ああ、ありがとうございます、ソニア。ターフターンまでの道のりも長いけどさ、それもチャレンジだよ。頑張れ、チームチャレンジャー。さあ、ソニアからね、エールをもらったということで。まあ、どうせ行けないですね。まあ、行けそうだけどね、ここら辺ね。ここからね、もう、頑張れば。おお、急に進化すんかいっていうね、もう。もうなんかすげえぼーってしてたらなんか進化しだすしな、こいつな。ウェーイ。そんな進化するったな、甘まいこ。もうね、結構、可愛くなっちゃったね。フルーツポケモン。全然説明見てなかった。ごめんなさい。これは何ですの？キャンプで料理を作ってポケモン元気にしてみて。おー。入ってみましょうか。参加してみましょうか。ポケモンキャンプではポケモンたちと仲良く一緒に遊んだり、料理を食べて仲良くなれます。たくさん遊ぶと勝負でも頑張ってくれるかも。ジョイコンでも遊びましょう。ジョイコンを抜いて振るとボールを投げたり、ポケジャラシを振って遊びます。ポケジャラシはうまく動かせばポケモンの紐を引くこともできます。ワイルドエリアでキャンプを開くと最大4人で一緒に遊ぶことができます。初めて会う人やポケモンも入ってくることがありますので仲良く遊びましょう。なんかこっちが来ちゃったよ。こっちが来ちゃったよ。モチョン、モチョンってなんだ。遊んでおいで。反応したよこいつ。おお、おお、えい、届け。全然飛ばねえっていう。全然飛ばねえっていうね。はい。ね、そんな近場しか行かないんで。おお。おお、あり。正直そんな暇はねえんだ。とにかく先に進まないと俺はね、いけないんですよ。だ、鉱山見えたな今。ポケモンによって、わかりました。さあ、結構なんか、お前さんは？ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、ここに入ればいいのか。こうなんか、洞窟的な？ガラル鉱山。そう、結構綺麗よ。どっこら？どっこらから現れたんだが。なんか運んでるよ、これ。引かれない、これ大丈夫、これ。先行っちゃった。おっとっと、今度また進化だよ、ほんとよ。なんかもうバトルしてたらだね、ほんと急に来るから。おお、あ、そんなやつだったね、確かね。私らが、なるほど。え、こいつってね、三文だっけ。こいつ俺あんま覚えてないんだけど、三文だった気がするんだけどな。わた欲しい、いらねえな。いらねえよ別に。さあ、結構、あ、もう、急に、イベンツ。おい、てか、お前さっきのやつ。ここに来るのですか？アドバイスをしてあげますけど、やめた方がいいでよ。
願い星を持つトレーナーはボックが痛めつけるからね。行きましょう。もうそう言いたくなってきちゃうんですね、人間つうものは。あなた、チャンピオンに推薦されたジムチャレンジャーでしたよね。そうですよ。くだらないですよ。いいかい、チャンピオンよりもリーグ委員長が偉いですからね。つまり委員長に選ばれた僕の方がすごいのですよ。もう強さは別じゃない？多分。位と。では、かわいそうなあなたに僕の強さを教えてあげますね。何がじゃみたいなね。もう何がやねんみたいなね。この B、あ、ビートって、あ、名前教えてくれよ。な。ここの、そこの説明欄でやっと名前分かったぞ。ビーツ。キュアビーツ。行きましょう。ユリなんか。一撃。いいですね。もう、強すぎか、こいつ。強すぎか。あなたのポケモンにも見せ場ぐらいあげたいとね。もう、こいつ自信に満ち溢れてるのはもうすがすがしいわ、逆にこいつも。もう自信しかないやん。アゴジムシとかで行ってみる？まあ、相性はいいからね。まあ、たまに他のポケモンも活躍させてあげましょう。こいつの最初進化なんか結構かっこよかった気がする。クワガノンだっけ？あの、虫電気タイプのやつ。もう、性格の割に可愛いポケモン使うやん、こいつよ、お前。に似合ってないわ。あ、耐えちゃうのね。くすぐる。もう、技も可愛い。やっぱお前さん、お子ちゃまだな。防御も下がっちゃう。だから関係なし。そんだけしかないのなら、関係ない。よし。だ結構もう、今回はもうずっと取ってくよ。まあ多分、パートいくつかにはまた分かれると思う。結構俺みんなレベル上がってくね。もうみんな20代。怖い顔は別にじゃねえや。よし。さっさと、ミブリム。なんだそれ。まあ、とりあえず、とりあえず困ったらこの、なんだっけ、ジメリオンだっけ。ジメレオンか。どこにレオン要素があるんだって感じだけど。おやおや、僕のしたことが。まあ、さっさと終わらせてくださいよ。さあ、もう、いつまで、何これ。なんかすごい、なんか、マスコッツ。マスコッツみたいなのあるじゃん。マスコッツ。マスコッツ。いいですね。一撃というね。急所。おー、いいですね。もう、恵まれてないな。ビーツよ。ビーツ。オッケー。なるほど。いいんじゃないですか。こちらも本気ではありませんし。もう強がり。あくまで自分にすごいプライドを持ってんだろうね。へえ、驚いた。少しはやるようですね。ですが、あなたの戦い方は、きちんと記憶しておきますから。本戦では僕が勝ちますよ。それでは、失礼しますよ。ここで集められる願い星は全て手に入れましたからね。はいはい。こいつの目的何なんだろうね、ほんと。ようわからんやつ。出れたって感じ。ターフタウンはもうすぐちゃいますの、これ。結構歩いたで。4番まだ続くんかいとよ、ほんとよ。金髪の姉さん、お出かけポケモンセンターを勝手にしてる妹です。あーさ、入り口にいた人のって感じ。ガラル鉱山を抜けると4番道路ターフタウンまであとちょっとよ。ジムチャレンジャー、ありがとうございます。言うて結構遠いんだな、本当に。お、またあるやん、これ。キャンプ。はい。まあ、やらんけどな。おっと、ウール、待っておくれよ。うおお、急にどうした、なんか、イベンツ。おお、ウール。ウールはキラにぶつかり止まった。もう、ぶつかってくんな、てめえ。賠償請求じゃ。あの、ポケモンの体当たりを食らって大丈夫ですかね。大丈夫です。体には自信があります。おや、君はもしかして、ジムチャレンジャーですよね。お、草タイプのやつですね。そうです。831って書いてある。野菜ってこと？多分。やっぱりそうです。そうですよね。開会式でお見かけしましたよ。やっぱ印象深いんかな、俺。覚えやすい顔してるかな。僕は野郎と言います。この野郎。草タイプのジムリーダーで戦うジムリーダーなんです。ジムリーダーというものは戦うんですよ。チャンピオンが推薦者というジムチャレンダーの実力、ジムスタジアムで確かめますかね。ジムなら、この道路を抜けてもうちょい先ですから。ほら、ジムに帰ろうな。ジムチャレンジャーが待ってるぞ。最初は草タイプですか。なるほど。結構相性悪いね。お、ホップいるじゃん、ホップ。ターフタウン。やっと着いたよ。見ろよ、見ろよ、キラ。ターフタウンのポケモンスタジアム。その名もターフスタジアムだぞ。まんまっていうね。
おお、丸っこいねこれ。ジムリーダーのヤローさんも戻ってきたけど、ジムチャレンジャーがいっぱいだ。しばらく待つしかないぞ。はあ、ははあ、めんどくさ。そうだキラ、ソニアが探していたぞ。お前に質問があるってよ。俺も聞かれたけど分かんなくて。確か丘にいるはずだ。丘の場所だよな。タウンマップを見るといいぞ。どうした？おお、ワンパチ。お、ソニアのワンパチだ。こいつ道案内が得意だぞ。こいつについてけみたいな。ついてくんかい。とりあえずいつ、おお。話してるのが、この隣で話してるのが気になるんだけど。あのね、地上絵なんだけど、名前はついてないんだって。呼んではいけない名前なのかな。地上絵。ターフタウン。町外れの丘で昔からの地上絵もいることができる。地上絵。お主は？おい、喋りかけようとしたらだよ、なんか。なんか、こいつなんかちょっと不安そうな顔してるな。大丈夫かな。地上絵撮影したけど、本物にはかなわないな。でも撮った画像で見た時の感動は蘇るし。そういうこと？お、ソニアいるじゃん。いや、さ、道案内せんくてもよくねみたいな思ったけど。ありがとう、ワンパチ。あれ、後ろのやつってなんか、名前忘れたけど、あいつじゃなかったっけ？金属のやつ。君の考えを聞きたくて、わざわざ来てもらったんだけど。あ、これなんかで見たぞ、これ。あの大きな地上絵、一体何だと思う？ブラックナイト。ブラックナイトではないと思うけど。あれがブラック、そうなんかい。すごい、よく分かったよね。黒い渦が描かれた部分はほとんど残ってないのに。お、昔、黒い渦がガラル地方を覆い、巨大なポケモンが暴れ回った。ブラックナイトと呼ばれた黒い渦って何なの？ダイマックスとどんな関係？それを調べるのが私か。おばあ様の宿題、重いな。貴重な意見に感謝。お礼にリーグカードあげるね。おお、あ、ヤローのリーグカードもあったんだね。ソニアのじゃないんだね。ヤローさんは草タイプのジムリーダーだからね。燃やしたり虫や飛行タイプでの技の攻撃が効くよ。あとこれもやっぱポケモンは元気でないとね。元気のかけらを2個手にも優しいなこいつ。ほらターフスタジアムで思う存分戦いなよ。でもいっぱいじゃなかったっけ。行きましょう。おっとこれは何このポケモン。さあ来ましたよ。見ろよキラ。草ジムバッチバッチリも、もうやったの。まあ、ウールを扱わせたら俺は最強だから早くねえか、おい。俺、ほんの数分、ほんの、多分、3、4分ぐらいよ。お前もジムリーダーに勝てる。だって俺のライバルだからな。いや、早くねえか、おい。いや、俺そんな俺なんか、まあ、街ブラブラしただけ、そんなちょろ、早くねえか、おめえ。ターフスタジアム、おめえはいつも俺の先を行くのよな。ずるすぎだよ、お前。たまには俺も先に行かせろってのも、早すぎだろうよ。さあ、行きましょうか。ジムチャレンジャーですね。では手続きを行います。ジムチャレンジについて軽くおさらいしますね。ジムミッションをこなし、ジムリーダーに勝利してジムバッジを8個集めます。わかりました。ではジムチャレンジに挑戦なさいますか。挑戦しましょう。ジムチャレンジの挑むのでしたらユニフォームに着替えてくださいね。なるほどね。最初草だからもうとりあえずまあジメレオンはお休みかな。ジムチャレンジです。あなたのベストを尽くしてください。行きましょう。65番。これ一生変えれんのかなこれ。まあ別に多分あんま変える気はないだろうけど。草タイプ。さあもうホップはね、もうあっという間に、しかもあいつヒバニーだから足、おおすごい。色がすごいなこれ。ヒバニーだからあいつ楽勝だろうな、ほんと。おー、何これ。何これ。に、もう、水がし、緑。水が死んでるぞ、これは。おお。ターフタウン、ポケモンジムでのジムミッションは、ウールーたちを、はい、あちらの牧草の塊、牧草ロールまで追い込みます。私、ちなみに私、ダンペイと申します。レフェリーや試合結果の報告を担当しております。それではジムミッションスタートです。いや、どうやってやるのですかっていう、ほんと。ああ、そういう感じね。おお、勝手に転がってくれてるもん、ほんとよ。とりあえず、角に追い込んでね、みたいな。え、これさ、こいつらで逃げることあんの？あ、逃げないんですね。いや、優しい。あ、しかもこれもう、時間制限とかないから、もうこれ、ね、ちょろすぎか、これ。お利口ですね、このウールたち。ちゃんと止まってくれるっていうね。犬ですか？みたいな。お前らが壊してくれるんか。ワンパチが巻き込まれる。危ない。
あこのワンパチ何なんだろうね、これ邪魔しちゃうのかなこいつら。一気に痛かったな、ちょっとな、一気に痛かったな。あ、トレーナーいるしな、しかもな、これ邪魔だよあいつ勝手に逃げてんな。オッケー、お前なんだこいつ、こいつ喋りかけれねえのかよ。オッケー、ありがとうワンパチ、ありがとうワンパチ。こいつ意外に距離を置いた方がいいね、そんな近づく必要ない。ありがとうございます楽勝かこれな。まあおお、このトレーナーとかも戦う必要がありそうだね。お、やろうぜ。ようこそジムチャレンジャー、申し訳ないが君を追い返すのが仕事なんです。まあ多分大抵の場合はもう逆に追い返されそうなイメージだけですけどね。鬼面か、お、持ってますよ俺。ここから緑色だフィールドが。レベルは俺の方が高いね。ついばむ行きましょう。まあ、とりあえずここからとかを捕まえといてよかったね。あ、結構耐えちゃうのね君はね。高速スピン、まあそんな効かないね。素早さが上がった。あ、俺でもそれでも俺の方が速いと。 OK、 まあ電ジムで、まあ俺にはね、アゴジムシとかもいるからね。まあ、結構楽なんじゃねえかなと。さすが、ジムチャレンジャー。ポケモンとのいい気もぴったりだ。13年目ですからね。OXO って書いてあったのが今の。おっと、ここで進化か。今回進化多いな。1時間取ってる今。まあ、ここら辺は多分次回のパートになってんのかな。おー。かっこよくなっちゃって、青ガラス。カラスなんだねこいつは。で多分これ最終進化ってアーマーガーだよね多分。これカラスポケモン、 0.8m、 重さ 16kg、 足で小石を掴んで投げたり、ロープを敵に巻きつけるなど道具を扱う知恵を持つ、本当カラスみたいなポケモンだな本当。行きましょ う、 もう今回でね、もう バチバチに行こうぜと。あ、止まってね。え、これワンパチ突っ込んでくる、これワンパチ突っ込んできちゃったね。もうでも俺はこうしていっちゃうというね。おお、もう、一気に19匹ぐらい、一気にもう。19匹ぐらい、一気にもう、この、更新よ。意外にこれ、距離置いた方がいいね。近づきすぎちゃうと、これ、ばらけちゃう。ウェーイ！上手い人は多分ね、一気にこれ、20匹一気にやっていくんだろうなと。どこ行った？もう一匹。あそこにおったんかいという。おい、おい、貫通したぞ、今。おい、貫通したぞ、今、こいつ。当たり判定ねえぞ。よーし。スムーズに行きましたね。オーケー。これがラストなんのかな。てか、そこにトレーナーがいたと思うから、こいつとも戦いましょうか。レベル上げも大事だ。君のポケモン、思いっきり技を放って、スッキリしたいんじゃないか。まあそうですね。行きましょう。聖夜。セントセイヤー少年はみんな行きましょう。青ガラス進化しました。カラスの割にはでかいと思う。 0.8m は。さあ、アーマーガーではないこいつは。相性もいい。よーし、いいね。攻撃力とかも上昇してますね。謎の草、毒タイプだもんねこいつね。まあこのままいきましょう。謎の草、まあいい感じにいけんのかな普通にやれば。ついばむ。オッケー、いいね。オッケー、書いたぞ。ワンパチの代わりにワンワンを。はい、最後。おお、ワンパチかける2か。わあ、なんかちょっとめんどくさいフィールドだ。あー、1匹そっち行っちゃったね。1匹そっち行っちゃったね。おーっと、トレーナーちゃん、おーし、華麗にね、避けてってね。まあ、19匹は一気にいけるね、これ。上手い人は多分20匹一気にいくんだろうなと。まあ、さっきもそんな話したな。とりあえずこれ戦おうか。ジムリーダーは目の前。だけど戦えるとは限らない。行きましょう。なんか目がちょっと垂れ目。疲れてないか、君。大丈夫か？甘かじ。青ガラス。行きましょう。緊張感。
ツイワム。さあもう今回では今日だけでも結構進みたいね。よし、いいね。謎の草、まあ、このまま行こうか。毒タイプ確か入ってるはずだから、虫タイプだと効果普通になっちゃうよね。オーケー、いいね。レベルアップチメレオン。次はジムリーダーね。なんて強いチャレンジャーなの。ありがとうございます。まあ13年目のね、新人ですから。私行きましょう。お、そこに並んじゃっても、そこに並んじゃってワンパチたち。え、これ 先にこいつと戦っとけばって感じなの。これ先にトレーナー戦った方がこのワンパチは止まってくれるから楽なのかな。そういう感じ、これ攻略方法って。俺あんま分かってないけど。20匹達成さあ次はジムリーダーだ。おー、連携ぴったしかお前ら。おー、閉じ込めちゃった。行きましょう、頑張ってくるぜ。うんぐぐ、あ、応援してくださってますね。おめでとうって意味かな。行きましょう。ちょっと HP 回復しとか。ちょっとね、いきなり始まっちゃうね。ちょっとね、まあ、やっぱね、もうジムリーダー戦、やっぱ HP 満タンでいきたいじゃんっていう。青ガラス、よし行こうぜ。さあ緑色だね。てか今更だけど、おお、準ミッションクリア。あ、ありがとうございます。主人公にっこりか、お前。おお、あ、こんな感じ。本当に大会みたいな感じなんだね、これすごいね。これ大規模か。あ、ここでもレポートかける、レポート書いとくか、せめて。さあ3時間57分やってますよ。行きましょうぜ。あ、もうイベント始まるのね。めっちゃ人来るやんこれ。もう随分と、もう規模が大きくなっちゃって、ジムも。もうめっちゃボール持ってるやんこいつ。どうせ6匹も出さんと思うねんけど。さしすぎ。さ、いきなり最初のジムで6匹ポケモン使うとは思わないんだが。さあ、やろう。ガタイがいいですね。僕のポケモンジムは初めのジムなので、次々にチャレンジャーが来るのです。ですから、ジムミッションも割と厳しみにしとるのですが、結構楽よ。キラさんはちゃんとジムミッションクリア。さすがの一言だわ。え、これ女なの？女？男わかんない。君はポケモンへの理解がとても深いんだな。こりゃ手強い勝負になる。僕もダイマックスを使うでは。あ、ダイマックスね。ダイマックスがあるんですよ、この今作には。さあ、行きましょうぜ。もうめっちゃフラッシュとかなるやん。お、やろう。ジムリーダーのやろうが勝負仕掛けてきた。え、こいつって男なの？女なの？なんか俺男やと思ってたんだけど。口調が、おお、ハイパーボールじゃねえかという、ほんと。行っておいで、青ガラス行きましょうぜ。お、ダイマックス。これダイマックスってさ、これ常に使えるとは限らんのやってな、これね。なんか使えるとき使えないときがある。ガラル町のポケモンは特定の場所で巨大化します。そう。これをダイマックスと言います。ダイマックスバンドが輝いたときにダイマックスボタンを押すとポケモンがダイマックスします。ダイマックスできるのは3ターンです。その間ダイマックスしたポケモンは強力な技、ダイマックス技を使います。しかもダイマックス技は特別な効果を発生するようになります。効果はタイプによって異なります。ダイマックスするタイミングを見極めずつ勝利しましょう。ということで、まあね、ダイマックスの説明ぐらいはね、まあ、何回か経験してるんで大丈夫です。まあ、いきなりやる必要はないな。2匹じゃねえかっていうポケモンがね、本当よ。あんだけ、ボール6つあんのに、もう、使うポケモン2匹という。本当よ。あ、素早さはこっちの方が高い。まあ、いきなりダイマックスする必要ないでしょう。お、結構耐えるね。高速スピン。まあ。相手薬使ってくんのかな。まあ、使ってきたら使ってきたんだけど。あ、使ってこないですね。オーケー、yeah。さあ1匹目撃破。まあ青ガラスで十分かな。もうわたしらが、ああ、そのまま行きましょう。あれか。うおー、僕たちは粘る。農業は粘り腰なんじゃ。あ、まあ男だねこいつ。おお、レベル20。まあ言うて俺と同じぐらいだね。もうダイマックスしましょう。ダイジェッツ。さあ行くぞ。さあこのでかいフィールドで
ダイマックスいいですね。もうね、これし、俺屋内のジムだったらこれ絶対ダイマックスできんでしょ。これ数十メートルぐらいあるんだから。おお、でかい怪獣バトルじゃ。さあ、なんか絶対クモできるようなポケモンの上に、なんだそれ。831だ。さあダイマックスだ。根こそぎ刈り取ってやる。お前もか。おお、ダイマックス対ダイマックス。これとね、怪獣バトルですよ。これはポケモンバトルではない、怪獣バトル。おお、私らが。さあ、結構のぶとい鳴き声だったけど、今似合わんな見た目と。青ガラスのダイジェッツ。おお、もうエアロブラスト。おお、コントローラーがブル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 、効果抜群だ。急所な、急所か。急所でも普通に耐えたんだなこいつ。お、素早さ上がるんだ。驚けよ、たまげろよ。これがダイマックスの技じゃ。来い、大草原。おお、そんな効かないと思う。そんな効かないですね。まあ相性が相性なんでね。効果は今一つ。おお、草木が美味しけら、草タイプだと回復しちゃうんですね。ダイジェッツ、もうこいつ薬使わねえのかよな。余裕か、余裕かよ。おお、エアロブラスト、私らが倒れた。ウェイ、うわー、もう大惨事、爆発してもうぐちゃぐちゃだよ。もと、おお、迫力満点かこれ。わ、みんなレベルアップ。お、みんな20ぐらいいってるね。おお、おお、元に戻ったっていうね。勝ちました、やったぜ、おい、おめでとう。草の力、みんなしおれた。なんというジムチャレンジャーじゃ。ありがとうございます。3200円いただきました。君にとって実りの多いポケモン勝負だったんだな。ジムチャレンジにおいてジムリーダーに勝った証として草バッジをお渡しするんだわ。お、いい握手。で、手でけえなお前。こいつ結構身長でかいと思うよ。お、あ、円形ですね今回のバッジは。レベル25までのポケモンを捕まえられるようになった。あ、そういうことね。ジムバッジを8個集めるのがジムチャレンジ突破の条件。他のジムリーダーにも挑み見事勝利を手にするんじゃ。だからあれか、アイワーク捕まえれなかったか、レベル26ぐらいの。あ、そういうことか。キアさん、ジムリーダー野郎さんに勝利、本当におめでとうございます。記念にこちらの技マシンをどうぞ。マジカルリーフ、いいですね。相手を追跡する不思議な葉っぱを撒き散らす。攻撃は必ず命中する。合わせて野郎さんのユニフォームをプレゼントします。もちろんレプリカですけど、うん、サイズ的にもね、うん、草セットを手に入れた。なるほど。おお、後ろから来るんかよお前野郎。キラさんにアドバイス。ジムチャレンジは挑戦する順番が決まっているんだわ。で、次はバウタウンのルリナさん、あ、水のやつだね。5番道路を越えていくんだな。ただ草バッジを手に入れたならワイルドエリアに行くのもありだね。自分が連れているポケモンよりレベルが高いポケモンは捕まえるのに手こずるだろうけど、強いポケモンを仲間にできるよ。そう、だから捕まえなかったんだよね、レベル26のイワーク。てか、ま、未だに捕まえれんやんけ。音に